はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日もですね、お取り寄せグルメでございます。というのも、こちらのママイクホさんというサイトからですね、沖縄そばを買わせていただきました。こちらのサイトね、各地方の料理がね、お取り寄せできるみたいでして、今回はまあ、沖縄そばを選ばせていただきました。で、こちらのセットの内容なんですけれども、まず全粒粉麺ですね。早期だと思うんですけど、このとろ肉と、あとトッピングですね。最後にこちらのスープとなります。で、この商品ね、かなり作り方も簡単で、とろ肉の方はレンジでチンをして、スープをお鍋で温めてから麺を茹でて、もうすぐ完成みたいだそうです。今日作るのはちょっと量が多いので、お肉もスープもまとめてね、ちょっと湯煎していきたいと思います。なんで準備するものがほぼないので、早速ね、作っていこうと思います。で、ちょっとさっきね、まとめてって言ったんですけど、早期とね、スープだとあんまりにも量が多すぎてちょっと入りきらないので、別々に入れていこうと思います。で、早期もね、今回10人前買わせていただいたんですけど、さすがにね、10本入らなかったので、2本は冷蔵庫の方で取っておいて、8本ほどね、入れていきたいと思います。はい、じゃあ一旦これでね、湯煎をしていきますと。で、それと合わせてこちらにね、お湯を入れて一緒に沸かしていきたいと思います。よいしょ。そしたらこちらも火にかけていきます。で、例のごとくお湯が沸くまで待機で。はい、じゃあね、早期の方はもうだいぶ温まってきたんで、こっちは一回火を止めて、さあ、これ熱いな、これ。で、冷めないようにこれちょっとお湯を移して、はい、だいぶ漏れました。この子は一旦そのまま待機で、ちょっとここにスープを入れていきたいと思います。よいしょ。はい、そしたらこれも一旦火をかけて、普通ね、スープを沸かしたいと思います。で、今回も待ってる間にこちらを、そしたらね、スープと麺茹でのお湯の方は沸いてきましたんで、ちょっとね、先にこのとろ豚をね、器に移しちゃいたいと思います。早期はね、こんな感じ。いや、絶対うまいやつだ、これ。よいしょ、盛り付けができなくなりそうなんで、一旦 IH を外します。本日はね、器はこちらを使用していきたいと思います。よいしょ。もう麺茹でちゃおう。麺はね、こんな感じ。全粒粉入りの特製麺でございます。よいしょ。うん、じゃ、これを、どんどん入れていこうかな。で、1分。今回やっぱ茹で時間が短いね。ラーメンとかだと1分だったら普通の細麺ぐらいかな、大体。はい、と、OK。うん、はい、OK。家に来いね。よいしょ。溢れるかもしれないんで、先に麺を入れて。よー、入った。はい、OK。本来は麺とトッピングに関しては一緒の器に移さない方が味も移らなくておすすめってことなんですけど、ちょっとね、今日は動画なので、まあ見た目を気にしてトッピングしたいと思います。まずこの卵を真ん中に置いてみよう。真ん中に置いてみよう。ネギと、ネギこうそばに持ってみよう。ちょっと紅生姜もこっちに置いてみよう。これはね、別に用意したかまぼこでございます。かまぼこはこんなもんなんで、残ったのは僕が食べて、うん、最後に少しだけ早期をトッピングしてあげます。こんな感じで早期そば完成でございますので、向こうで早速食べていきたいと思います。はい、ということで今完成いたしました。で、ごめん、ご飯物も食べたいから冷凍のチャーハンも作ってきました。そしたら伸びるといけないんでね、食べちゃいたいと思います。
いただきます。スープ、うわー透き通ってる。あーいいかつおだし。あーうまい。あーほっとする。よっ、麺を、すごい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 。うまい。あ、うまい。いやね、僕、まあ、沖縄が好きで結構ね行ったりするんですけど、まあ、その度にこうソーキそばとか食べるんですけど、これめっちゃうまいよ。すげえうまい。何より麺がうまいね。結構ねソーキそばって低加水っぽいあのボソボソっとした麺が結構特徴的だと思うんですけど、この麺はね、まあ、生麺タイプで全粒粉も入っててかなりねもちもちとしてるんだけど、なんていうのかな、甘みとねっとりした食感がしっかりあって、これねめっちゃうまい。ちょっとこのソーキも、あ、これダメだ、ネギがいっぱいついちゃってる。もうねプルンプルン、うまそう。いいよ。うまい。これうまい。この塩のタレっていうのかな、入ってるスープみたいなのもそんなにしょっぱくない。かなりねこう粘度は高いんだけど、やっぱり豚の脂がね乳化したりとかしてて、かなりとろみがついてるだけで、塩分はねすごくほのかに優しい。よいしょ。スープもうまいけど麺がうまい。このカツオだしにねめちゃめちゃ合ってる。そうきっと。あ、うまっ。うん、これ合わせるとめちゃめちゃうまいわ。パンチがねブッと出る。ただやっぱりもともとが優しいから絶対にね別皿トッピングで味が移んないようにした方が美味しいと思います。チャーハン、ご飯も欲しいよ。うん、うまっ。うん、ちょっと具材もそろそろ混ぜてみて。うん、うまい。今日もちょっと早めに出動しちゃいたいと思います。まずこれソーキと、最高にうめえ。うん、あ、ちょっと紅生姜忘れてた。紅生姜と、あ、全部落ちちゃった。全部落ちちゃった。うん。ああ。よりさっぱりするね。まあ、これもありだね、やっぱり。もう、ここ完全に沖縄。もう沖縄ですよ。
このあんと早期をちょっと絡ませて、あうまい絶対あうまいうまこれあんがけが止まんないんだけど、うますぎる。だからまあアレンジとしてはさ、スープはねちょっと別に鍋とかね使うとして、この麺と早期でこの塩焼きそばみたいなの作ったらめっちゃうまいと思うんだよね。絶対うまい。あ、絶対うまい作りて。やっぱりこうやって麺と具とスープと全部具材が分かれているこのネット販売の商品とかって、そのメニューとしてね全て合わせて食べるのももちろん最高だと思うんですけど、こうやってね一品一品分けて全部別の料理にアレンジとかもできるんで、いいね汗止まんねえわ今沖縄だからまた後半になるとさ、爽やかなネギの香りがねすごくいい。ただねお腹がいっぱい作りすぎた。あっつあっつあっつちょっと休憩がてらにコーラを。お蕎麦の方はねラストの一口でございます。よいしょ。うん、はい、もうお腹がいっぱいでございますこれ以上食べると美味しくね食べれなくなってきそうな気がするラインなので、今日はねこちらの2品は冷蔵庫に入れて今日の夜でも明日でも食べていこうと思います。あー美味しかった。よいしょ、ごちそうさまでした。はい、ってことでね今早期そばの方食べ終わりました。家で沖縄だった完全に実を言うとですね、僕早期そばってそんなに得意じゃなかったんですよね。単体でってよりかは、まあ、ジューシーとかねこう合わせて食べて抜群にうまいみたいな。もともとねあの早期そばもかなりスープ自体はシンプルな味付けのものが多いので、まあ、こうセットとしてね食べるのが基本なのかなって僕の中では勝手に思ってたんですけど、この早期そばはね、まあ、スープもかなり出汁しっかりしてるし、麺もね全粒粉が入ってて香りもとてもいいもので、いやーもうほんと大満足の一品でございました。またねこちらの購入サイトに関しては概要欄に記載がございますので、ぜひそちらも合わせてご確認ください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。じゃあね。